こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。キララファンタジア始めていきましょう。はい、今回は異世界まんじゅうとイトワリアに迫る闇収集クエストを行いたいと思います。まず順当に初級から。属性は緑ですね。風属性、あえてここは外していきましょう。これボーナスつくんだよな。じゃあ入れない理由がない。お、これでも1余る。行ってみましょう。プラス1か、ののは。ニナ。めんどくさいけど行くか。このプラスチックどうやって手に入るんですかね。うわ、早くもゲジゲジが。今はハマンの時だね。攻撃は最大の攻撃。トリコの場合、単純にレベル上げたいんで、そこまで重要っすね。今はカナンの時だね。回収一色。そして彼女の場合、みんなと一緒ならできるよ。あ、間違えた。どうかな、聞いたかな。攻撃は最大の防御。次も勝つ。彼女出番が全然なかった。有識の誰、有識のコンテンツルームでは依頼が可能になりましたね。異世界ってすごいね。初めて見るものばかりで、クロッキーはかどる。受注可能ならいいんですけどね。野々原さんの攻め方、勉強になる。連携プレイとかしたい。連携プレイ。私が頑張らなくちゃ。かっこ意味深。さあ、作品クラス。クリアしたものはもうないんだよな、まだ。有識、進行中のものはたくさんあるんだけどな。もいつ体力以外はなんとかできるよ。体力今日はみんなでお出かけだね。うわ、出た。困ったもんだな。どうかな、聞いたかな。攻撃は最大の防御。このぐらいのクラスだと一周できますからね。回収一色。まだ出番がない。今度はちゃんと自分に行く。みんなと一緒ならできるよ。守りもしっかりしなきゃ。攻撃は最大の防御。出番がない。次も勝つ。ゆずこ出番がない。ゆずこには経験値貯めてもらうっていうのが重要ですね。ライネさんの料理って
出発。よーし、来い。今は我慢の時だね。健康の敵。今は我慢の時だね。必殺の一撃。ようやく倒せなくなった。ようやく彼女に出番が出てきました。壁役です。これはマジか、マジか。集団攻撃なのか。どうだ、どうかな、効いたかな。それ倒せない。もうこれで終わり。おっと、倒せないのか。これはマジか。倒す。一回倒しておきます。いった、みんなと一緒ならできるよ。守りもしっかりしなきゃ。ちょっと取っておき見させてもらいましょうか。まあ、自身消化回復させてもらいます。必殺技的なやつ。行くぞ。アホか。なんでだよ。魔法で出せよ。反対攻撃か。私に何かしたら次のターンで芝くぞ。残り1体。アフターヌーン。了解した。まずは最高取り寄せ。必要なものが。会社と。ティーセット。茶葉とケーキスタンド。準備。お菓子と。準備。あとは提供するだけ。これはどうしたものか。勝ちました。みんなのおかげ。異世界ってすごいね。初めて見るものばかりで。クロッキーはかどる。上級。さあ、そろそろコルクで倒せなくなってきたんで。出発。うまくできるかな。守りもしっかりしなきゃ。攻撃は最大の防御。みんなで頑張ろう。いった。これはうるさいですね。これはどうだ。これでもまだとどめがさせないのか。でもきっと大丈夫。よくなりました。森に帰れ。森にお帰り。もうちょっとやばいぞこれ。嘘。立ち止まらず諦めないで。自身を回復しないと彼女もやばい。私も体を張らないと。大丈夫か？ほら。うまくいくといいんだけど。意外とやばいですね。どうかな？効いたかな？うるさい！そんなにダメージ与えられない。礼儀がなっていません。ちゃんと前へ移動しましょうね。しない。ふざけたらどうなるか分かっていますね。
さあ、ようやくラストです。きっと大丈夫。思ったより苦戦を強いられてんな。寄るなアホ。いや全然、うん、そんなバカな。あれ相性が立ち止まらず諦めないで。そんな、そんな、やば、うるさい。そうそう、別の人って言った方がいい。強敵になってきました、ね、私だって本気になるのよ。行きます。いい度胸。全然ダメージ与えない。抜群なのに結構この敵は強いです。倒せないですからね。教師の威厳が。どうかな、聞いたかな。あ、不幸で聞かないんだ。そんな、相手は回復するのかよ。いや、とんでもない敵が出てきた。みんなで走り抜けましょう。残り1体さらにチャンス。よし、これで大丈夫か。今は我慢の時だね。そこで。もうちょっと。よし、覚悟しろ。アホか。倒しました。なんとか勝てたな。異世界ってすごいね。初めて見…すみません、ありがとうございます。すっごく助かりました。強化、意外とバカにできない。スマ先生に近づけたかしら。もう一度ちょっとやり直そう。いつも大変そうね。異世界ってすごいね。上級を。あと本当にやばかった助っ人だそうだ。奮闘努力、負けない。守りもしっかりしなきゃ。攻撃は最大の防御。
切ったらちょっと藤橋先生に変えましょう。コルクをなんでこっちだな。今は我慢の時だね。いった健康一滴。今は我慢の時だね。必殺の一撃。必殺ではなくなってるからな。もう痛い目見ろ。全然痛い目見れない。まあ、なぜ強い。これはマジか。使い切ったからな、もう。いっそ気を引き締めなくては。立ち止まらず諦めないで。うまくいくといいんだけど。お願い間に合って。立ち止まらず諦めないで。壁役が2人。よし、ちょっとしぶとくいくぞ。そんな、どうしよう。だぐらいは倒してくれ。これは教師の威厳が。やばいやばい。なんかやだな。連続攻撃食らうとやばい。きっと大丈夫。反省が足りないようです。あるんで、小瀬橋先生使い道は高いですね。よし、頑張ります。やっちゃいますよ。そこです。何これ、最大ヒットポイント落ちてる。あ、違う違う違う。あれ、なんで、きっとそこです。こうかな。お、やった。チャンスですね。きっとそこです。ダメだ、死なせないぞ。回復薬がいないのか。大丈夫だよね、きっと。どうかな、聞いたかな。皆さん頑張です。よし、覚悟しろ。頑張りこい。よし、ライネさんの料理って包容力あるよね。20分弱か。いや、思った以上にこの相手は強い。すみません、助かっちゃった。ね、アマウさんの従業員にならない？なんてね。アズニャンがいないからな、さらに日に焼けやすいので日差し。すみません。ありがとうです。とても助かりました。
習もバッチリです。異世界ってすごいね。初めて見るものばかりでクロッキーはかどる。ということで収集クエストですね、前編としてここまでとしたいと思います。次回は後編ですね。今度は風属性が出てきます。ということは火属性の出番ということになります。炎属性か。次回もお楽しみに。よろしければチャンネル登録高評価お願いします。ブログツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。このキララファンタジア、プレイリストも概要欄に書いております。たくさん動画があるので見ていただければ嬉しく思います。この動画最後の20秒で関連動画動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ということでキララファンタジアお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。